はい、土地パフォーマンスです。今日はゴーストの続きをお伝えしたいと思います。今日なんかもう塗装が終わって車に、エアロの取り付け作業に入るみたいなんで、ちょっとその様子をお届けしたいと思います。そして今日カメラマンが休みなんでちょっと一人ぼっちで撮影したいと思います。はい、ちょっと行ってきます。今日組み付けだって聞いて駆けつけました。あれ、マーカーついてるんですか？北米仕様ですか？ランプはつかない。はい、でオレンジ色に交換したんですか？動画でちょっと伝わるかわかんないですけど、この肩がない照明がモヤモヤモヤってしないのが多分お分かりいただけるんじゃないかな。カーボンのリッド、はい、ランプがもう移植されています。エアバンパーは今組み立て中です。あ、センサーが移植されてます。あれ、今日中にこれ車についちゃいます？さて聞いてみます。エアバンパーより上がって。で、こっちがサイドステップです。お疲れ様です、カスさん。今日中に車に乗っかっちゃう感じですか？サイドスカートは乗るけど、リアバンパーとフロント乗らないかな。なるほど、これです。そしたら明日また来ます。ちなみに、これ乗り分けはチラ見せしてもらうことはできますか？ガン見せいいよ、ガン見せ。わっわっわっ、あ、そういうことなんですね。こういうことよ。あ、なるほど。それだけ残る。あ、このフィンだけ。あ、なるほど。僕逆だと思う。このくぼんでるところがカーボン残って、あー、なるほどね。シルバーでラインがこうビューンって走るんかと思いきや、この真ん中だけカーボンが残ってみたいな。あ、バチです。倉さん、今これは何をしてたんですか？このダクトのここに網を、うん、あ、なんかカットしました。はい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 、ちょうどいいサイズにして貼り付ける。はい、あ、そうすると、いや、本当にチラッとしか見えないですけど、網が、はい、固着されます。ちょっとサイド企画を取り付けを見てみますね。はい、何でしょうか？ホイール？わあ、こっちはですね、ちょっと撮りたいんですけど、ちょっと別動画なんで。そうだよね、はい、ちょっとそれだけ。わあ、すごい、これはやばい。From the top, and I'm hating the slack. Couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, 'cause the vibes from the front all the way to the back.
fly web and the bass on the track on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man's on the round like the hate and the gaff. Please stop talking that trash cause the vibes in the front all the way to the back. え、こっちもですか？向きによるな。全然わかんないです。どこが多分か。ああでも なんとなく肌がこ こういうことですか、うん、いやでもそれってもう探さないとわかんなくないですか？すげえ。ついちゃった方がわかりづらい。確かに。言われればっていう。じゃあ、ツッキーが明日動画のタイミングでいつ来るかっていう。ああ、はい、全然僕は全然後回しでいいですよ。作業ありきでやってください。はい、今なんとこれがやり直しっていう。どっからどう見てももうピカピカにしか見えないんですけど、この端っこのこの辺の肌感が職人さん曰くダメだそうです。もう僕にはピカピカにしか見えないんですけど、まあ、確かにそう言われるとこの端っこの方ちょっと肌がっていうレベル。やり直すそうです。撮影は後回しで、はい、作業ありきでお願いします。これはでも本当に言われないと分かんないレベルですよ。いやこれじゃあ出航できないですよ。ミーティングが始まった。これ素材が吸っちゃうんですか？じゃあなんか素材も吸っちゃうし塗りづらいっていうのもあるし、あーこう奥まってるところだから塗料が均等につかないっていう、うんうん。エアロパーツの取り付けばっかり紹介しているボンドボディですけど、実は自己修理も、たくさんご用命いただいてます。こちらのギブリーただいま修理中です。オーナーさんから出していいよっていう許可いただいてるんで、あんまり自己修理、動画出てくることはないんですけど、今回ちょっと特別に。でガラスが外れてるのはこっち側は全部塗装作業に入るためみたいです。このキワキワまで塗れるようにガラスも外してるみたいです。自己修理もお任せくださいませ。こいつ気をつけてね。お疲れ様でした。じゃあね。お疲れ様でした。あもう8時過ぎちゃった。お疲れ様でした。はい、というわけで今回は、手直しが入って今日中に終わらなかったんでまた明日お届けしたいと思います。さあやってまいりました。ゴースト2日目、はい、昨日なんかバンパーつける予定だったんですけど、結局フロントバンパーの網のところがなんか職人さんからダメ出しが入ったみたいで、はい、ちょっとそれのやり直しと、リアはなんかマフラーカッターがちょっと塗装がうーんっていう、僕見ても全然わからなかったんですけど、はい、まあ、そういうちょっとやり直しが入っちゃって、まあ、今回やり直してるみたいです。で今日いよいよ昨日ダメだったフロントバンパーとリアバンパー、まあ、リアバンパーもくっついちゃってるみたいなんで、まあ、ちょっとその様子をお届けしたいと思います。はい、行ってみましょう。フロントバンパーは、まあ、昨日お伝えしましたけど網を全部やり直したそうです、はい、でただそれもこう R がついてるんでちょっとそれに合わせる作業が今待ってるみたいです、はい、そのままくっつけられないみたいです、はい、そしてリアはもう僕らが若干遅刻したせいかもうくっついちゃってます。もうめちゃくちゃかっこいい、はい、でこのマフラーカッターちょっとまだチリを合わせる作業が残ってるみたいです。まあとりあえずつけただけっていう状態みたいです。で僕も一応この業界に携わるものとして、まあ、その塗装の状態とかっていうのは多分普通の人よりかは多少は見れるつもりなんですけど、それでもこれでやり直しなんですかっていう
なんかもうそういうレベルでやり直しみたいです。はい、それこの状態じゃもう出庫できないって言ってました。はい、で今回ちょっとやり直してベストな状態になったらしいんで、はい、リアはもう組み付けが、まあ、一応今これ仮らしいんですけど、はい、リアはもう終わってます。そしてまあ完成でちょっと詳しくお届けしますけれども、この辺のカーボンの塗り分けとやっぱりこの中心に向かっていくこの折り目、やっぱり高級感がもうロールスロイスでも、はい、バッチリですね。そして今回そのスポイラーもつくんですけど、ちょっと今回そのスポイラーをつけるところまではお届けできないと思うんで、それは完成した動画でちょっとお届けしたいと思います。はい、そして皆さん、まあこの作業最初から見てる方だと、あれホイールの話が出てきてねえなと、はい、お思いの方多いと思うんですけれども、ちゃんとホイールも用意してございます。はい、これはちょっとボンドボディじゃなくてボンド東京の方で取り付けするみたいなんで、ちょっとそれも完成した時にちょっとお披露目したいと思います。ちょっと全部なんとまたまた1016のカーボンフードを入れてるみたいです。あの相手です。はい、まさかの2代目っていう。そしてこの 600LT なんか見たことないカーボンがついてるんですけど、これ純正なの？純正みたいです。はい、なんとマットブルーのカーボン、なんかよく見ないとカーボンの目が見えないんですけど、はい、で今回これに合わせてこのフードもラインが入って、この純正のこのマットブルーのカーボンを再現するみたいです。はい、再現できるんでしょうか。はい、もう僕には分かりません。はい、でさらにこの車すごいのがマフラーが、なんかとんでもないマフラーが入ってございます。なんかもうバンテージぐるぐる巻きでミイラーみたいになっちゃってますけど、なんとインコネルの、はい、マフラーが入ってるっていう。インコネルっていうのは F1 とかで使われてる素材ですね。もうなんかチタンのさらに上を行くみたいな、なんか耐熱性が高しかすごいんだよね。はい、でただその加工がめちゃくちゃ難しかったりだとか、なんかとてつもなく硬いんじゃなかったっけな、うん、なんかね、とにかくそのマフラーにするのがものすごく大変な素材。はい、だからもう普通のシャワー車ではもちろん使わない、はい、素材なんですけど、やっぱりマクラーレンそういうのがあるみたいで、はい、なんかとてつもない、本当にもうレースで使うようなクオリティのマフラーがついてるそうです。で噂じゃ火を吹くとかっていうでこれ 600LT でこれ火吹いたらこれこうスポイラー燃えちゃうんじゃないかっていう、はい、なんかとてつもない車両です。でこれなんか東京店で今カスタマイズで、入庫してて、まあ、その関係でちょっとボディで今フードやってるんですけど、すごくなんかかっこよくなるらしいんで、ちょっとこれはまあ別の動画でお届けしたいと思います。はい、まあ、初っ端からちょっとあの脱線しちゃいましたけど、はい、そんな作業も今やってます。やってまいりました、ついに合体の時が。はい、そして組み上がりました。はい、って言っても僕が組み上げたんじゃないですけど今シラさんがお前自分で組み立ててないのに組み立てたかのように言ってるなっていう視線が、はい、ちょっとクラスさんが行方不明なんで、はい、ちょっと作業見守りましょう。はい、さあいよいよ合体でございます。やっぱりもうマンソリーのバンパー乗せるのはこうシラさんクラスさんベテランコンビが、はい、合体。なるほど、下側もリップがつくから両方入れないとなんですね。おお。すごい迫力がすごい。
あ、そこ横から止まるんですね。でそこさえ止めちゃえばとりあえず落ちないと。当たり前ですけどドンピシャっすね。いやー、いいんじゃないですか。シルバーかっこいいっすね。めっちゃかっこいいっすね。もうこの辺まだ養生というか傷防止のガムテープ貼ってありますけど、もうフィッティングは完璧です。まあこのあと配線のその繋いだのを刺していったりだとか、はい、で最後ここが合体して完成じゃないでしょうか。いや、純正から見てるからこの変わった感と前回りの迫力がすごい。渋いいね、渋いね。ちょっとやっぱり黒よりちょっとシルバーの方が少しだけ爽やかっていう、はい、これはかなりかっこいいんじゃないでしょうか。はい、はい、というわけで今回はマンソリーゴーストの、バンパー取り付けるところまでお届けしました。次回、タイヤホイールをくっつけて、最終回、完成の様子をお届けしたいと思います。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。